マリーさんの言っていたアイスキャンディー屋ですね。あ、すいません、ご本ください。どの味になさいますか？へえ、いろいろ種類があるんだな。どれどれ。どうしよう。味か限定の桜味か、どっちにすればいいか悩むわ。ねえ、あなたならどうする？え、お礼ですか？そうだな、思い切ってバニラとか。どうしてそうなるの？私が聞いたの、抹茶と桜ならどっちかよ。二つに一つで決められないなら第三の答えをってダメですか？なるほど、そういう考えもあるか。じゃあそうしましょう。おじさん、バニラ一つ。ああ、俺もバニラ五つ。バニラ5つ、お待たせしました。うん、おいしい。やっぱりここのバニラは最高だわ。ここで一度でも食べたら、もう他の店じゃ満足できないわよ。スタンサー、持ちましょうか？いや、平気だよ。あら、お連れさんがいたのね。かわいい方がお二人も。お褒めに預かり、どうも。あら、あの子たち。何？みんなも食べたいの？おじさん、ここにいる子の分もちょうだい。全員ね。よろしいんですか、お嬢様？もちろん、みんなで食べた方が美味しいに決まってるもの。みんな、いらっしゃい。アイスキャンディーをご馳走するわ。みんなの分あるからね。いい方ですね。うん。はっ、どうだか。金持ちのお嬢さんが優越感に浸りたいだけじゃない？ルーディー、戻りましょう。アイスキャンディーが溶けるから。チャンピオン様のお通りで全員チームワーク。あ、コングマンだ。コングマン？仕事が生きてるか？貧しい者に施しをするのはさぞ気持ちがいいだろうな。施しだなんて思っていないわ。金で全てが買えると思うなよ。個人の魂までは絶対に売り渡したりしねえ。イレーヌ・レンブラント、さあ、その名は確か。オベロン社のリ
イレーンは何度も説明したはずよ。私たちが司法を投下しているのはフィッツガルドの発展を願ってのことだわ。新しく来た連中が儲けてるだけだろう。元からいた人間は貧しいままだぜ。それはきっとそのうち。セインガルドの人間にフィッツガルドの何が分かるってんだい。よそ者の出る幕じゃねえんだよ。さっさとこの国から出ていきな。それは違うんじゃないか。生まれで人を決めつけるのは良くないと思うけど。なんだ坊主、俺様に説教しようってのか。スタンサ、あまり口を挟まない方がいいのでは。だけど、そこの可憐なメガネのお嬢さん。私ですか。今俺様のハートにビビッときましたよ。あなたこそ俺様の理想の女性だ。はい。一緒に栄養ドリンクなどどうです。もしくはヒンズースクワットとか。いきなり性格が変わったわね。あ、その私は。やめなよ、フィリアが怖がってる。邪魔をする気か坊主。おめえはこの美しい人の何なんだ。フィリアは俺の仲間だ。なるほど。どうやらおめえと俺様は戦う運命にあるようだな。決闘だ。カム、俺様の闘技を。なんで俺とお前が決闘しないといけないんだよ。付き合う必要はないぞ。我らには遊んでいる時間などない。おじけづいたのか坊主。腰にぶら下げた剣は生倉か。なんだとこの無礼者が。真の男なら申し込まれた決闘は受けるものだぜ。真の男ならな。わかったよ。そこまで言うならやってやる。我を侮辱したことを後悔させてやる。さあ、目に物を見せてやれ。フィリアさん、見ていてください。勝利の後でお迎えに上がります。リンゴス、あなたがスタンサーを止めなくてどうするの。すればどうせ私には関係ないし。ごめんなさいスタンサ、私のせいでこんな目に。別にフィリアのせいじゃないさ。決めたのはあくまで俺自身だし。闘技場ってどこにあるんだろう。町の大通りを北へ行った突き当たりに入り口があるわ。ありがとうございます。早速行ってみます。アイスキャンディー。
溶けてる。
いい試合だったよ。ありがとう。おめえ、なんて爽やかなやつなんだ。おっと、二人の間に友情が芽生えたか。なんと暑苦しくも感動的な光景だ。こんなところで何をやっている。リオン、もう試合は終わったよ。遊んでいる場合か。街がモンスターに襲われているぞ。大丈夫ですか？しっかりしてください。
ちょっとドジ踏んじゃったな。大丈夫、大した怪我じゃないわ。もう大丈夫、安心してね。お姉ちゃん。イレーヌ、この騒ぎはどういうことだ。港の沖合に正体不明の武装船団が現れたの。おそらくそいつらの仕業ね。武装船団だと、グレバムが率いているのか。そいつらをやっつけよう。このまま放ってはおけない。イレーヌ、オベロン社の船を貸せ。港へ向かってちょうだい。私の名前を出せば話が通るから。ありがとうございます。お願い、くれぐれも気をつけてね。武装船団を叩く。わしら、俺様も一緒に行くぜ。コングマン。自分たちの町は自分たちで守らねえとな。イレーヌだって頑張ってるんだ。俺様も負けちゃいられねえ。わかった。一緒に戦おう。準備ができ次第声をかけてください。出撃します。
待ってろ、グレバム。増援が来る前に蹴りをつけるぞ。